ナンバーアンダーラインアイの一重引用符本一重引用符が TBS の CDTV で放送された夜何が起こった視聴者の驚きが爆発。ナンバーアンダーラインアイの一重引用符本一重引用符が示した新たなエンターテインメントの形とは衝撃の評価が続々。ナンバーアンダーラインアイのボンが TBS の CDTV ライブライブ。 で披露された夜、多くの視聴者がそのパフォーマンスに圧倒されました。このパフォーマンスは、彼らが音楽業界に新たな風を吹き込み、多くのファンの心をつかんだ瞬間として語り継がれることでしょう。特に SNS 上では、ファンの熱狂的なコメントが数多く寄せられ、彼らのパフォーマンスがどれほど人々に影響を与えたかが明らかになりました。最高にかっこよかったよ。ボン持っとったか。 いや、フルサイズのパフォーマンス、本当にすごいといったコメントが溢れる中、彼らの魅力がいかに広く認識されているかを感じさせます。ナンバーアンダーライン愛はデビュー以来、そのパフォーマンス力と音楽性で注目を集めてきましたが、ボンのパフォーマンスはそれをさらに一段階上に引き上げたと言えるでしょう。メンバーの一人、キシ君が語ったように、フルサイズのボンを披露するために、 彼らは何週間も練習を重ねました。毎日が挑戦の連続であったと彼は述べ、その努力が報われたことを感じているとしています。このような努力と情熱が視聴者に感動を与え、彼らの成長を感じさせる要素となっています。ファンからの反応を見ると、テレビの前で一緒にボンボンしたよ、や、娘たちもテレビの前で、ボンボンしてました、といったコメントが多く寄せられており、 ナンバーアンダーラインアイの音楽がどれほど多くの人々に影響を与えているかが伺えます。彼らのパフォーマンスは単なるエンターテインメントにとどまらず、視聴者との強い共感とつながりを生み出しているのです。こうしたファンの熱狂は、彼らの音楽が持つ力を如実に示しています。ボンがもたらしたのは、ファンの熱狂だけではありません。音楽業界全体においても、彼らのパフォーマンスは大きな話題となりました。 多くの音楽プロデューサーやアーティストが彼らのパフォーマンスについて言及し、その影響力の大きさを認めています。ある音楽評論家は、ナンバーアンダーライン愛のボンはアイドルグループの枠を超えた新たなエンターテインメントの形を示したと述べており、彼らの音楽とダンスが今後の音楽シーンに大きな影響を与えるだろうと評価しています。ボンの成功を受けて、 ナンバーアンダーライン愛はさらなる挑戦と成長を続けることでしょう。彼らの今後の活動に対する期待は高まる一方です。ファンからは、もっともっとテレビで見たい、生で見たいという声が寄せられており、このような声援が彼らのエネルギーの源となり、さらなるパフォーマンスの向上を促すでしょう。彼らの次なるステージはどこへ向かうのか、そして彼らの未来に何が待っているのか。ファンと共に、 その答えを見つけていきたいと思います。ボンが披露された夜のことを振り返ると、その圧倒的なパフォーマンスは、視聴者にとって忘れられない瞬間となりました。ナンバーアンダーライン愛のメンバー一人一人が持つ個性と才能が、見事に融合し、一体となって生まれたパフォーマンス。その瞬間、彼らは、音楽の枠を超えた真のアーティストとしての輝きを放っていたのです。彼らのパフォーマンスは、 単なるダンスや歌ではなく、見る者の,の心を動かす一つの芸術作品であったと言えるでしょう。ファンからの反応も非常に熱狂的であり、多くの人々が彼らのパフォーマンスに感動し、心を動かされました。特に、彼らのダンスのシンクロ率やエネルギッシュなパフォーマンスは、見るものに強い印象を与えました。彼らのパフォーマンスが終わると、多くのファンが SNS にその感動を綴り、 彼らのパフォーマンスがどれほど素晴らしかったかを共有しました。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちもファンからの熱い反応に感謝の意を表しています。彼らはファンの応援が自分たちのパフォーマンスの原動力であり、次のステージへのモチベーションとなっていると語っています。彼らのパフォーマンスを見て感動したファンが、また次のパフォーマンスを楽しみにする。このような良い循環が、 彼らの音楽活動を支えているのです。ボンの成功を受けて、ナンバーアンダーライン愛はさらに新しい挑戦を続けることでしょう。彼らの音楽とパフォーマンスは常に進化し続けています。新たな楽曲やパフォーマンスがどのような驚きと感動をもたらしてくれるのか、ファンは今後の彼らの活動に大きな期待を寄せています。ナンバーアンダーライン愛の成功は彼らの才能と努力の賜物であり、 またファンの熱い応援の結果でもあります。彼らの成長と進化はファンにとっても大きな喜びであり、彼らの音楽を通じて多くの人々に感動を与え続けることでしょう。彼らの未来はさらに輝かしいものとなることを信じています。このようにナンバーアンダーライン愛のボンがもたらした感動の夜は彼らの音楽キャリアの一つのハイライトであり、今後の彼らの活躍に大きな期待を持たせるものでした。 彼らの音楽とパフォーマンスが、これからも多くの人々に感動を与え続けることを願っています。そして、彼らの次なるステージを共に楽しみに待ちたいと思います。あなたはどう感じましたかぜひ、コメントで教えてください。ナンバーアンダーライン愛のボンがもたらした感動の夜は、まだ続きがあります。彼らの音楽キャリアの中で、この夜が特別な意味を持つことは、間違いありません。 しかし、この夜を通じて私たちが目撃したのは、彼らのパフォーマンスが単なる一回の成功ではなく、彼らの今後の活動における新たなスタート地点であるということです。ナンバーアンダーライン愛の成功の裏には、彼らの絶え間ない努力と成長への渇望があります。デビュー以来、彼らは常に自分たちの限界を超え、新しい表現を追求してきました。ボンのパフォーマンスは、 その集大成の一つと言えるでしょう。彼らの音楽は、ダンスやビジュアルだけでなく、歌詞やメロディーにも深い意味が込められています。彼らの楽曲は、リスナーの心に直接響くメッセージを持っており、それがファンを引きつける大きな要因となっています。また、ナンバーアンダーライン I のメンバーたちは、個々の才能と魅力を持ち、それがグループとしてのシナジーを生み出しています。 彼らの個性が互いに補完し合い、パフォーマンス全体のクオリティを高めているのです。彼らのダンスは緻密に計算されており、その完璧なシンクロ率は見る者に驚きと感動を与えます。さらに、彼らの歌声は力強く感情豊かであり、その一言一言が心に響くのです。ファンから寄せられるコメントの中には、彼らのパフォーマンスがどれほど素晴らしいかを物語るものが多くあります。 ボンのパフォーマンスを見て、彼らのダンスを真似しようとする人々や、彼らの歌詞に共感し、日常生活の中でそのメッセージを感じる人々が増えています。彼らの音楽は、単なる娯楽の域を超え、人々の生活に寄り添い、元気や勇気を与える存在となっているのです。このような現象は、ナンバーアンダーライン愛が単なるアイドルグループではなく、真のアーティストとして認識されつつあることを示しています。 彼らの音楽とパフォーマンスは常に新しい挑戦と進化を続けており、その過程で多くのファンを魅了し続けています。彼らの次なるステージがどのようなものになるのか、ファンは胸を高鳴らせて待ち望んでいることでしょう。さらに、ナンバーアンダーライン愛の成功は音楽業界全体にも大きな影響を与えています。彼らのパフォーマンスが持つ力は他のアーティストやプロデューサーにも刺激を与え、 新しいクリエイティブなアイデアを生み出す原動力となっています。彼らの音楽が持つ革新性とエネルギーは音楽シーン全体に新たなインスピレーションをもたらしているのです。